いやでも多分ね1日目スクリーム1日目と3日目のなんかあれを見たら多分結構劇的に違うと思う。なんか目との中で革命があったんだよね、うん、まあでも 100% それができたかって言われたらやっぱ切羽詰まってできなかった時もあったけど、なんかあえ違うみたいなのがあったんよな。本当にねなんか教えてくれた、なんかマジで周りの人に助けられてしかいなかった。え、そうレボリューションが起きた。え、なんかだからメトってなんかすごいやつなんだなって思って、結果的に敵味方関係なくそのねプーさんに教えてもらったりとか、なんかそう、え、自分すげえって思って自分で言うな。いやだって自分で言うしかないんだもん。誰も言ってくれないんだからこの中で、誰も言ってくれないんだから。いやでもなんかそうなんだろう、別に優勝できなかったとかまあ悔しいよ、悔しいけど、だけどなんか勝てたじゃないですかルート。なんかあれはそのチームでの頑張りがすごい身になった感じがして嬉しかったし、なんかジャスさん喜んでくれたかなみたいな気持ちになったよね。リオンさんが気遣いの人って話どこ行った？え、そんな話してたっけ？え、そんな話してたっけ？あ、リオンさんはね、なんかウケるよ。うん、結構ウケる人だね。うん、割と。え、ね、結構昔にリオンさんとオーバーウォッチしたことあって、配信でね。ちゃんと話すのは初めましてだったんだよ。本当に。だけど、そう、なんか謎にピックしてくれて絶対面白いチームになるっしょみたいな感じで、いやしやみたいな感じの子、謎にピックしてくれて、え、なんでなんだろうみたいな。私大丈夫ですかって聞いちゃったもんね、メット最初に。え、ほんとあのおふざけとかではないですよねって狙われてるかも。マジで困るえ、ごめんごめん。え、めっちゃ可愛いのはわかるよ。え、めっちゃ可愛いのわかる。わかるんだけど、マジで狙われんのは困るかも。ちょっと、もうここで言わせてもらいます。ごめんなさい。申し訳ない。ごめんなさい。命の方ね。ちょっと待って。あ、マジで狙われてるかもしんないみたいなことで、命な方のことあんだ。不吉すぎない？だいぶ。だいぶ不吉な話でしょ。すごい嫌だよ。命の方がパッといかれる？嫌だな。今後関わりたくはないかも。だいぶ。超上からで笑った。いやでも楽しかったですね。なんか大会を多分しない、大会とかじゃなきゃ、またあんなにそのオーバーウォッチっていうゲームに触れることがなかったから、本当にあの縁もゆかりもないゲームだったの。そう、カスタムでなんか適当にへーみたいな感じで遊んでるだけだったから、そう、あんなにオーバーウォッチをなんかなんだろう、深く知るきっかけとかはなかったじゃん。で、なんかその現プロだとか元日本代表にさ教えてもらえるのってさ、すっごいことじゃない？すごいことでしょ？多分みんな羨ましいよね。ねえ、無理だよ君たちには無理だよなあ。聞きたいことあったらな、なんか教えてるからな、何でも聞いてくれな。これで性格いいとか言ってんの、マジ。ポッコー生のことあったら何でも聞いてくれな。もうそういう感じでね、なんか触れる機会っていうのを与えていただいたからね、おじじとかに、うん、なんか良かったなって思った、うん、すごいありがとうって思いました。